さてここからは来週から新年度入りする日本株をマーケットのプロと展望していきますまずは今日の日経平均株価ですけれども終値で3週間ぶりに2万8000円を回復しました欧米の株高そして為替の円安のほかに追い風となったのはこちらのニュースです東京証券取引所は今日 PBR 株価純資産倍率が1倍を下回る上場企業に対して 株価水準を引き上げるための具体策を示すよう、一斉に通知しましまた、えー、これ、かなり異例な動きだなという感じがするんですけどまずどんな意味があるかというのをおさらいしておくと、えー、PBR が一を割れているというのは、いわゆる純資産、企業の帳簿上の価値ですね、えー、と時価総額、えー、市場でついている値段を比べて、純資産よりも株価の方が安くなっちゃっているという状態ですね、まあ、マーケットで純資産の以上の価値ないですよ、あなたにはとつけられちゃっていると。 これを是正しなさいと取引所が言うというのはなかなかちょっと聞いたことない話だなていう感じがします,けどそうです、ね。 通常はです、ねあの、この経営がです、ね、あのこれ、うまくないじゃないかというのはです、ね、例えば株主総会で株主が言うとか、うん、あるいは株主の中にはアクティビストなどがです、ね、入ってです、ね、まあ、そうしたことを経営者を突き上げるということが、わ、ま、り、あ、と、まあ、なくはないことなんですが、うん、今回は取引所がこういうふうにおっしゃるということで、まあ、異例ということだと思います、うん、これ狙いはどの辺にあるんでしょうかねやはりです、ね、企業の価値を上げてもらわないと、これはあの国の,です、ね、あの不賃に関わるという、うん。 長年、えー、この PBR 一倍割れ銘柄というのは多かったんですけれども、うん、これをです、ね、経営を変えてほしいというです、ねまあ、願いが強く、まあ、出ているということだと思いますねうん、うんまあ、意外な名前もこう並んでいてです、ね、こんなところがっていうところ、日本代表する企業でも一倍割れというのは、ちょいちょい見かける、これ、長い目で、ちょっと長い目で見ると、えー、例えば海外投資家にどんな影響ありそうですか、ねさんはい、これ、まさに海外投資家をどう引きつけるかと。 こいう文脈で考えるとすんなり落ちてくるテーマだと思っています。まああの東京取引所としてもですね、これボランティアでビジネスやってるわけではなくて、あくまでも売買があってそこでビジネスが発生すると。そうするとその日本市場でですね取引をしたいという人がどれだけ増えるのかというところが非常に重要になってくるわけです。でまさにこのまああの PBR が一倍割れているようなですね企業が多いとなると海外投資家 あるいは国内の投資家もここで投資をしよう取引をしようとならないというところで,です、ね、そこに対してある種の強いガイダンスを出してきたということだと思いますでしかも今回のケースというのは PBR 中身を分解していくとです、ね、資本政策がまずいのかそれとも収益性の低いビジネスが残っているのかそれとも単純にコミュニケーションが悪いのかいろんなことに分解されるわけですけれどもそれを分解して開示して改善計画を出してくださいと。 いうところですから明確にですね外国人も国内の投資家も引きつける、うん、そして、まあ、あの資本所得倍増計画これに近づけていくための政策と,言えると思いえ、うんまあ、新年度相場前に、ね、取引は先に動いた格好なんですけれども新年度相場についてどう見ているかというのをちょっと、はい。 そうですねということで、お二人にですね年末までの日経平均株価とドル円相場の予想をお書きいただきました。ということで2つフリップを一斉にお出しください、はいまず日経平均株価の予想とドル円相場の予想ですね。えー、これで見ると、木内さんは日経平均で上金が3万4千 3> 3万0千円ぐらいまで、ですね年度半ばであるんじゃないかと思ってます。でそのタイミングがちょっと後ぐらいで 円が170円までいくというまあこれはですね,ですねあのいろいろ考えると少しですね為替は年の後半は円安が進んじゃうかもしれないと思いますね、えー、小林さんは日経平均3万円タッチがありそうだ、うん、というと、ねまあ、あのピークのタイミングが似たようなところではあるんですけれども、うん、ち,ょちょっと控えめなピークになってますで若干為替の方も見方が変わっています、あ、このあたりの根拠は、えー、この後、えー、CM の後にお二人にお伺いしたいと思います 今日は新年度の株式と為替相場をマーケットのプロお二人と展望しています。では改めて、えー、木下さんから大川さんですか。ちょっとドキッとする数字、特に、ね、為替のコマさんですけど、これはどんなシナリオを描いていらっしゃるんでしょうか。あはい、えー。まずですね、あの前提としましてアメリカの金融危機これが終わったっていうことがですね前提になります。あのリーマンショックの時なんかをですね見ますとですね、いろんな危機が飛びあの 重なったんですけれども、中でもですねやっぱり、ね、サブロック、9、12月っていう四半期末にですね大きなショックが発生することが多いんです、リーマンショックの絵出ますか、ねあのえー、出ればですねご覧いただくと思うんですけれども、こうしてご覧いただきますと、えー、どうですかね、やっぱりサブロック、9、12月に変なことが起きるで、今回、今日で3月終わりますんで、四半期を超えたというのは、ですね一応、ですねあの金融危機が峠を越した可能性があるということなんです。でそういうい中で 当時はです、ねあのー、リーマン・ブラザーズが公募増資に6月に成功するんですが、その後に小さな銀行の破綻があって、結局リーマンショックになるんですね、うん、今回はです、ね、小さな銀行の破綻を許さないというようになってきましたんで、まあ、これがが危機が去ったと波状型の危機にはならないということですね,そう,ですねそうしますとね、うん、私はあの私これ思うのにはです、ね、天国か地獄のです、ね、分かれ道が今月だったと思うんです。 当時は地獄に落ちていくような形になりました、マーケットで。すねは再来にはならならいだとすると、今回、いろいろなお金もまきましたんで、<laughs> えー、基本的にはです、ねえー、例えば98年型、あの98年のロシア危機、えー、ロングタームキャピタルマーケットの破綻なんかのあとっていうのは、<laughs> 実はその、えー、相当株高になったんですね、<laughs> えー、今回も QT、量的金融引き締めやっていたんですが、お金結構配って。 打反ですねこの3月でそうしたものがですね株高に資するというふうに思いますで、えー、FRB がですねまあそういう中であの私思っていますのがあの 労働参加率が上が上っていいいいくんじゃないかなかう,うに思いますうん、うん、ちょっとですね、うん、FRB の予測っていうのを見ていただきますと、うん、FRB の予測はですねあの今年来年にかけて GDP の成長は加速はしてくれるって言ってるんですねうん、うん、なんですけども失業率があー上がっちゃってですね何かこう、えー、何を言ってるんだか分からないっていう人がまあ,、うん、あいるんですがうん、うん、実はこれ 詳しく計算してみると、どうやら FRB は労働参加率が上がってくるとコロナで下がりすぎちゃった分が戻るっていうことですね、そうすると、働く人がたくさん増えてきてて、そしてあの働く人がたくさん増えると、賃金が下がるこういうことになります。ちょっっとインフレも収まててきて のの余地が出てくるそういういことなんですね、うん、あの実はこの3ヶ月、も賃金が下がって働く人増えてるんですね、これ、株にとっては相当いい話なんですね、うんえー、景気もいいし、インフレも収まって、金融政策も落ち着くと、うん、まあこう考えると、相当な株高が考えられるということになるんだと思います為替がそれで円安の方に触れてくれば、円安のメリットを受ける輸出企業を中心に、日本株は上に行けるんじゃないかという,そう,いうこと,だと思いますね。えー 今日本株のちょっと PR はどれぐらいかというのを振り返っておきたいんですけれども、えー、出ますかね過去の平均と比べるとそんな高い位置にあるわけでは ないこれはです、ねうん、全くです、ね、そういうことはです、ね、まあ、こ,この期間で見ると少し高く見えますけれども、えーまあ、この12倍からです、ね、13倍のとこ15、6とか、そうですね、あのこれ、海外なんかに比べればずいぶん安いで、金利と比較するのが通常ですので、金利と比較した場合の、まあ、スプレッドなんかを見ると、かなりです、ね、安いということが言えると思います。 そう考えると企業業績、今おっしゃったような、えー、シナリオに乗ってくれば悪くないと、そうですね価替、えー、の影響で、えー、企業業績はずいぶん戻ると、思いますちょっとやっぱり気になるのはインフレが収まるかどうかということなんです,ですねー先ほど、PC が出ましたね、アメリカの商務省が発表した2月の PCE ・個人消費支出物価指数ですが、1年前に比べて5.0%上昇しました。 またエネルギーと食品を除くコア指数はの上昇でした、うん、落ち着いてはきたんだけれども果たしてこのままどうかなということ、今あの、木野さんから伺ったのはいわゆるそのノーランディングといわれるな景気が大きく崩れることはなかろうと、急減速はなかろうというシナリオだったんですが小林さんはこのあたりはき、はい、今日の結果、非常によかったと思います。うん 前月比で見たときに物価の伸び率もコアで見てもヘッドラインで見ても0.3%しか伸びていなかったとこれ年率に直すと4%以下ということですから前年比で見ると5%ということでしたけれども実績的にはですね4%切るぐらいの姿というのがここから見えてくるという話にはなってくるんだろうという,ふうに思っています。 あの物価だけではなくってその消費の方も出てきているわけですけれどもここにも順調に伸び悩んできているというところで,で FRB の思惑通りにまあ景気は減速しているでも失速していないというような状況になっているのは事実かなというふうに思います、えー、とマーケットの予想の方にもう一回戻って見てみると日経平均は、ね、3万円まではありそうだなという予想で為替の方はちょっとそこそこのところでもう一回円高,円高に戻っちゃう。 かもしれないということなんですが、これは今言ったあのインフレの見通しと合わせて考えるとどんなシナリオになるんでしょうか。はい、あの為替についてはですね、あのここから先もう少しアップサイドがあるんだろうとは思っています。うん、これは、まあ、単純にその3月に起こった危機というのが。 メジャーな危機に発展する可能性は今著しく下がっているとそうであれば、まあ、おそらく5月場合によっては6月も FRB は利上げに転じるだろうということになってくると、まあ、純粋に日米金利差というところからもう少しドル円のアップサイドがあるだろうという見方ですただ年後半にかけては少し慎重な見方をしていますこれ良い,い材料と悪い材料両方あるということなんですけれども一つ目は単純にその5月8日以降ですね日本でもコロナの扱いが2類から5類に変わると これを受けておそらくインバウンドの需要というのも相当増えてくる。これは2019年の実績で5兆円のインバウンドマーケットがあったわけですから、これが返ってくるだけでも相当の円外の実需が出るということです。これはいい円高という話になってきます。ただもう一つ気になるのがこちらチャートを出させていただいているところです。 まああの利上げと冷や酒は遅れて効いてくるというやつですね、まあ、足元で金利を上げてもです、ね、そこまで景気には悪化していないように見えると、まあ、打撃を与えていないように見えるということなんですけれども、この利上げの効果というのは遅れて、しかも急瞬に出てくる可能性というのがアメリカ経済なんですよこ、ねはい、アメリカについては多かったということです。これ何をお見せしているかというと、青色がまあいわゆる利ざやと呼ばれるものです、長期金利から短期金利を引いたもの。 でこれが利上げによって下がってきて今、マイナスに沈んでいるで、ね、そうすると銀行や債券投資家から見たときに投融資をする理由がないということなんですそうするとこの赤色でお示ししているように銀行の貸し出し態度というのは猛烈に悪くなっていてこれが続くと実際に貸し出しが減ってくる可能性というのがあるそれは景気を冷やしてくると、はいえー、そうなると FRB の政策の面でいうと利下げができるようになるという意味でもあるわけですよね。 そうなんですこれが悩ましいところでして3月の FMC o でもです、ね、こういうその信用の収縮が起これば利上げの回数を減らすことができる代替できるという言葉が出てきましたなので信用収支が起これば利上げはしないで済むかもしれない利下げはできるかもしれないでも信用収支が起こるまでしばらく高金利政策を維持しなければいけないとそういう悩ましい状況にあると思います。実際マーケットのりり込みで言うとかなり利下げを ちょっと前のめりで織り込んでいるかなという形になるのでそうなると日米金利差から見てちょっと円高方向に触れるかもしれないということですねはですねおどうです実は過去はちょっと違うんですうん、うん、あのアメリカのですね FF レートがですねこれご覧いただきますと、えー、過去の例なんですけどもねピークアウトをした後一年ぐらい実はドル高が続く っていうのがですね実際のことなんですね。経験則で,言うとで、ね、これはですね、うん、あの他のあの FF レートのピークアウトのところを見てもほとんどそうなんです。うん これはですね、あの外債投資などがですねドライバーになってくることがですね背景です。今年はですね米債投資が割とですねあのこれクーポンも高いですし、来年は利下げですっていうふうに FRB が言ってますが、あそうなりますとあの価格が上がるってことなんですよね。今おっしゃったクーポン、金利が高い米国債を買っておこうという動き出てくるですね。うすそうするとお金が外に出ていくんで円安になるということですね。そういうことなんですね。ということで意外や意外あのファンダメンタルズではなくて需給でですね円高あ,あご。 どれだこういうことが考えられるので私の予想はドル高ことなんですねお二人のお話って両方とも多分すごく整合的でかなり予想が難しい幅があるっていうのが新年度相場なのかなという印象を受けたんですけどもそういった中でお二人が注目されるちょっとセクターとか業種とかっていうのをお伺いしたいんですけど小林さんはどの辺りに注目されていますか。 はいもうこれは順張りでいけばやはり経済再開、インバウンドこの辺りというのはもう今年良くなることがほぼ決まっているセクターだろうという,ふうに思っていますただ、これ事前にもう織り込まれているよということであればですねそれこそゴールドラッシュの時に一番儲かったのはジーパン屋さんとつるはし屋さんだったというところでこれから起こるであろうこの人手不足の時に使われるオートメーションやソフトウェアこの辺りもいいいいかなという,ふうに思木下さん、どのたり 私はですねあの円安見てますから、やっぱり害獣ですね、うん、中でもですねハイテクがやっぱりいいんだろうと思います、うん、もうアメリカでもマイクロソフトやアップル、そしてインテルなんかも、ですねこれ、戻り高値、抜けてきてるんですね、うん、こういったですねものに準ずるようなあ、中にも半導体なんかもあると思いますけどね、そうしたものが、ですねこの4月はまずは中心になってくるだろうと思って見てます。 大和証券の木野内さんはここまでのご出演となりますありがとうございましたありがとうございましたそして水戸証券の小林さんには引き続きお付き合いいただきます今日発表されましたこの日銀の短観から企業がどのように景気を見ているのかそれから今後の日本経済の先行きを占っていきたいと思いますゲストをご紹介いたします第一生命経済研究所の首席エコノミスト長浜俊博さんですよろしくお願いいたしますお願いします そしてマネックス証券チーフストラテジスト広木隆史さんです。よろしくお願いいたします。ますここで改めておさらいをしておきたいんですが、この日銀の短観ですね。こちらは全国企業短期経済観測調査のことを言います。国内企業およそ1万社に3ヶ月ごとの景気の現状などを尋ねる調査のことで、中でも 注目の大企業、製造業の景況感を示す業況判断指数というのは景気が良いと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の数を差し引いた指数で景気を判断するものです。改めてお聞きしたいんですが廣瀬さん、こちらこれマーケットの方も注目非常に影響大きいんでしょうかもちろん、ですねやはり,あのやっぱり株式市場あの企業の景況感があの鍵を握りますからね非常に注目度の高い指標です。うんはい そして先ほどもお伝えしたんですがこの大企業製造業の景況感を示す業況判断指数プラス1ポイントということで合四半期連続の悪化となりました一方の非製造業は前回よりも改善したという結果が出ているんですがまずはこの結果について長浜さん、どんなふうに,ご覧になってますか、はいまあ、やはりあのヘッドラインは大企業の製造業の方だと思うんですけど 青い方ですね、まあ、これはあの当初の見通しより若干下振れしたんですけど、まあ一方で非製造業が良かったので、まあ、そこまでまあ悪くないのかなとでさらに言うとあの製造業の方の先行きの方がですね、あが改善してますし、まあ、あとは単観だとです、ね、あの23年度の,あの経常利益計画とかも調べていてでこれを見ると大企業製造業ってやっぱり現益幅が一番大きいのが昨年度の下期で。 今年度の上期はマイナー幅縮小して、今年度の下期はですね増益に転じるという見通しになってましたので、そういった意味では、このいわゆる今、逆掲示型みたいな感じになってるんですけど、そろそろまあ製造業もまあ底打ちが近づく、近づいてきたかなという意味では、そんなに悲観的には見なくていいんじゃないかな中身を見ると案外、いい材料がいっぱいあると、はいはい、いうことですね、くさんいかかがですか、はいあのー、先ほど冒頭の質問でね、株式市場にとってもすごく重要な指標だと。はい えー、というのを今、長濱さんが解説いただいたことを反映して、はい、今日の株式相場、日経平均もトピックスも上昇しましたよね、だからヘッドラインはあ大企業、製造業、ご自販機の悪化、だけど株式相場は中身をしっかり見てるので、上昇でで反応したとということです、はいえー、少し詳しく見ていきたいと思うんですが、ま,あ、まず製造業が、まあ、悪化したと、5期連続悪化した長永濱さん、これは一体何が起こっているという。はい やはりあの製造業は、やっぱりまあ昨年度の後半から、ですね、はい、まあ特にやはり半導体とか機械のですねいわゆるこのサイクルがこう下向きになってしまってる、はいるというところですね、まあ、そういったところのまあ影響が大きいのかなと、まあ、あとは石油、石炭なんかにともしかしたらこれはあの原油価格なんか下がりましたから、はい、まあそれでまあ在庫評価損的なものが出ている可能性もあるというところからするとですねあ<ー>。赤幅が結構大きかったたたでです、ね、そうですそうですそうう、はい、だまあこれについいもも先ほども言いました通り まあ製造業については先行きの,あの見通しなんかで考えればですねえ改善のお見方になってますからあま,あ,あまり悲観的に見なくてもいいのかなという。 で日本のまあ産業の王様といえば自動車なわけですけども、はいはい、こちらま、まだマイナスなんですが、はい、改善してるということですねそうですね恐らくここはあの先行きの DI が改善しているとも関係していると思うんですけれども、はい、まあ一つはやはりあの欧米経済そんなによくなくても中国経済が強いというところが一つありますよね<ー>であとはやはりあのまあ現場のヒアリングなんか聞いてみるとですね、まあ、自動車なんかもですね、はい あのこれまでのまあ下押しの要因として、半導体とか部品不足の影響、大きかったんですけれども、はい、まあこれも今後はですねまあ徐々に改善していくという、うん、見立てのようでございますから、そのそれのところでちょっとね、最悪出してきているのかなと思います、うん。なるほど 木さんこの業種別ご覧になって製造業の方なんですけれどもどういう受け止めですか今回はまあ製造業はあの確かに今回非常に厳しいんですけれどもその理由が原材料高とそれから海外景気の減速という報道がすごく よくされて、目につくんですが、はい、その原材料のところも多分後で出てくると思いますけれども、はい、ピークは超えたのかなと、<ー>まあ価格に関する、あのー、統計というか、調査も今回行われてますけれども、はいできび、一番厳しかったところは過ぎてるので、うん、まあ今後、原材料高が軽減されてくれば、製造業の景況感も改善すると、うん、それからまあ,あの後でもまた申し上げますけれども、はい、海外の原則っていうんですが、はい、長 さんおっっしゃったように中国、非常に強いし、はい、じゃあ、欧米がそんなにだめかというと、ですね、はい、全体感で言えばそうでもなかったりもするちょっとそれ、グラフで見ましょうかあもうここで出ますか、はいはい、そうするとですね、これはいわゆる PMI、企業の購買担当者が景気をどう見てるかという。 PMI ですね、これ50を境目に、50上回るとまあ公共、下回ると不況という、まあ、あの見方なんですが、はい、これ、アメリカも中国もユーロ圏もみんな50上回ってきてるんですよねそうですねですから、海外の景況感も改善してるということですから、はい、そう考えると、今後、製造業の厳しい要因というのもだいぶ薄れてきてくるんじゃないかなと思いますね。なるほど えー、そして目を転じて非製造業なんですがまあ、再び先ほどの単管を見せたいんですけれども非製造業は非常にプラス20でいいということですね逆掲示という話もありました長山、えー、さんこの背景、はい、何が起きているというふうにご覧になりますか まあやはりこれも,も去年の秋以降の動きだと思うんですけれども、はい、やはりその国内のですねまあコロナに対するそのまあ対応というところで、全国旅行支援策とか、水際対策の緩和で、サービス関連産業ですね、こういったところが非常にあの強かったというところがあると思うんですけど、どあ特に今回の特徴としては、結構小売りが良かったんですね、はい、あちょっと業種別見ましょうか。は、うん、はい、はい これ以上が良かったんでプラス10の改善ですね、はいまあ、おそらくこれはあれなんでしょうねまあ値上げの効果が結構業績に、まあ、プラスに効いてるっていうところはようやく価格転嫁できるようになってきたようなその感覚がここに表れてる、ねはいる、はい、そこが出てるんじゃないかなという感じがしますね、うん、ははは,は、はい 他もも結構ものすすごいプラスですねそれこそ対個人サービスなんていうのは、先ほど申し上げたコロナからの正常化のところを恩恵を受けているでしょうしあ、はいで、あとは情報サービスについては、まあ後でまた出てくると思うんですけれども、はい、まあ結構あの、ここへきてその、まあ、企業のいわゆるその効率化によって、いわゆる IT 関連とか、うん、DX なんかも含めた、はい、まあそういった投資や取り組みが増えてきているので、はい、まあその辺なんかがやっぱり引き続き、まあ、好調なのかなということだと思いますね。はい さんこの非製造業業種別、ご覧になって、もうあの、永濱さんが全部言い尽くしてくれたんで、あと付け加えるとすると、インバウンドっていうのもあるかもしれないですね、はいまあ、広く経済再開っていうことの中にも含まれますけれども、うん、やっぱりインバウンドで、うんあの、非製造業のところがいいということだと思います。はい <laughs> なるほどあのそれでこれ、まあ、おそらくです、ね、コロナから復活する過程で需要がかなりしっかりしたものになってきているというのの反映もあると思うんですが一方で,です、ね、その人手不足であるとか供給制約というのがずっとこの企業の業況判断の足を引っ張っていたような気もするんですがここにきてこの非製造業の あの業況判断があのここまで良くなっていとこれはど,どう考えたらいいんですかね、ロキさん、どうお考えになりますか確かにあの、はい、人手不足というのは、もう本当にその最大のネックではあります、はいえー、ただやっぱりそれを上回るその需要の強さの方で、やっぱり業況がこれだけ改善してるってことじゃないでしょうかねなるほど、しかし、どうやってその強い需要に対応するんですかね。 そこがですあ後から出てくるわけですけども人がだめだったらやっぱりそれは省力化投資機械に頼ろうって話になってくるわけでしてまああのいろんな意味ソフトウェアを含めたあの実際の,そのマシンというよりはやはりソフトウェアだとかそういったところも含めたですねえもので対応していこうということじゃないでしょうかねなるほど長野さんはこの非製造業の,この供給制約をどう克服するかというのはどうご覧になってます はいまあ、やはり今、ね、ろきさんからお話しあったとおり現場でのいろいろ省力化とか、はい、まあそういったところでまあ設備投資、これも後で出てくるとは思うんですけども、はい、あと、逆に言うとその人手不足って裏を返せばそれだけ労働需給が逼迫しているわけですから、はい、あの労働者側からするとまあ賃金が上がりやすいようにもなるわけですよね。うんうん 逆に言うと、私は今後、ね、あのまあ、今年の春と30年ぶりの賃上げ、えー、ということになっているわけですけれども、はい、まその辺の賃上げがしっかりとその家計に分配で結びついていけばです、ね、これはもちろん非製造業には、まあ、プラスに効いてくるという側面もあるのかな,となるほど、これがその労働需給を表す、まあ、人,人手不足、下にいくほど人手不足に感じているという指数なんですが、うん、今、まああの、過去数十年で見ても、かなり人手不足感が強い状況まで。 これは大企業も中堅企業も中小企業も陥っているとこれでも裏を返すとです、ねえー、かなり賃上げ中小企業でも賃上げしていかないと人手が確保できないとそうすると業績の圧迫要因になりませんか、あのー、それは個別の中小企業で見たら可能性はあると思うんですね、はいはい、ただ、マクロで見るともう実はすでに動きが出始めてきていると思うんですけどこれだけ30年ぶりの賃上げが進む中で相対的に賃上げが進まないような企業で働いている従業員の方々って、はいはい んなな会社やってられいいととうことで、はい、結構今、ですねあのいわゆる自発的失業といってですね、はい、転職が結構活発化もすでにしてきていて<ー>でこちらは理由別の失業者これ年データなので、はい、あこれで見てもねあの自己都合で辞めている人がずっと高いんですね、はい、会社通貨いバリアとしては下がってます、ねはい、ただ月次で直近の2月で見てみても、はい、失業者自体は13万人ぐらい増えてるんですけど、はい、そのうち9万人分は自発的な失業で要は自ら。 積極的にやめているという動きになってくるのでそうなると多分労働市場の流動化っていうのがこれから進んでいけばですね、はい、えこれまあ賃上げにより結びつきやすいということからすると、はい、まあこれは先行きの。 個人消費にはあのむしろ、まあ、プラスの材料として見て取れるんじゃないかなと廣紀さんあの、まあ、賃上げするとそれを価格転嫁できないとこれまた企業にとって苦しいことになりますよね、まあ、ただ価格転嫁は相当進んでますよね、その情報も今回の短観にありますけれども、ねはい、えあの価格転嫁、まあ、一番厳しいところは過ぎてますけれども。はいあの えー、販売価格がね、はい、あのこの先もずっと上げていくというような見通しになってますので、うん、価格転嫁も進むということなので、現在上の高を克服して、ま、はい、最終的に企業の利益率を見ると、はいはい、非常に高いあの水準の利益率になってますよね。うん、あの新年度の計画、あの前回調査の時が8%超えてて最高だったんですけど、はい、それよりは全産業で7.9っていうのは下がってしまいましたが、それでも過去にない高水準のところの今利益率、うん 利益率なんですよ。で、この利益率っていうのが、あの実は企業の業績に密接に連動してまして、それがやはり株式相場が非常に堅調なあの背景になっていると思いますね。長野さん、この価格転化添加力どうご覧になってますか。はい そうですね、まあ、このグラフ見ていただいても分かる通と、はいはい、まあもちろん、そういった意味では、この差がまさに公益条件だと思うんですけれども、はい、まあここで見ると、やっぱり、ねまあ、去年からまあすでにその原材料価格は夏ぐらいにピークアウトしてますし、えー、円安も秋にピークアウトして、少し円高に来ているということからすると、はい、まあもちろんまだ、ね、あの価格転嫁進むとは思うんですけど、はい、一応、価格転嫁のモメンタム的に言うと、うん、まあとりあえずまあピークアウト感が出てきたかなという感じはしますね。うん、はい、はい ではここで一旦お知らせを挟みましてこの後、えー、今後の景気の見通しに加えまして注目のセクターも伺っていきますさて今お伝えしましたように今日から核なき世界に向けた国際賢人会議が始まりましたしかしロシアが戦術核をベラルーシに配備する合意がなされるなど世界は核軍縮とは逆の方向へ進んでいます核のドミノを止めるため 唯一の戦争被爆国である日本は何ができるのか読み解いていきます今日から始まった国際県人会議これは岸田総理大臣が立ち上げたもので今回で2回目です核兵器保有国と非保有国の有識者などが立場を超えて参加し核なき世界への道筋を議論するものです核兵器保有国からはアメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス、インド そして非保有国からは日本、アルゼンチン、インドネシア、ドイツなどが参加しています来月開かれる G7 広島サミットではですね主なテーマの一つとして核軍縮、核兵器なき世界への道筋も議論される見通しということなんですが小野寺さん、今回のこの国際賢人会議、狙いは何なのかまたその G7 サミットに向けてどのようにつなげていこうとしているんでしょうか。まずあの 岸田総理はやはり被災地広島出身の議員であり総理大臣でありますので、そういう意味ではとりわけやはりあのこの核の問題については思い入れが強いんだと思います。ただ今のこの状況ですぐに世界から核をなくすのは難しいとしても、やはりあの将来はどういう方向に向かうかというその方向だけはしっかりあの。 見定めるべきだと、うん、そういう意味でこの賢人会員を主催してですね、うん、そして日本からむしろ発信したいと、うん、そういう思いだと思っています。うん、で私一つあの今回注目しているのははい、実はあの えー、オンラインとリアルでそれぞれの国が参加しているんですが、うん、リアルで参加しているのにロシアの代表ロシアの方と中国の方が来ているんですですから実際、この方々がどんな議論をするのか、うん、特に今のウクライナあるいはのベラルーシに対して今後、戦術核を提供するというそのことに関してです、ねうん、この核の議論の中でどんなことを言うのか、うん、むしろ、育成を今回少し楽しみに見ております。うん お原さんそこいかがですか。そのロシアや中国がリアルでこの軍縮の会議に今出ているとここいかがですか。はいあのそれは自分たちのスタンス自分たちが平和主義者だってアメリカが悪いんだということをやはり主張したいんだと思いますから、ね、まあそのためにはオンラインでいるよりも実際にリアルできて、うん、主張したいんだろうと思います。うん、から中国自身もあの核軍縮自体には、えー、反対はしていない、うん、NPT にも参加していますし、うんうん、ただあの先にアメリカが 核弾頭を減らさなければ中国はその軍縮あるいは軍備管理のテーブルにつけないというのが彼らの主張なのでえまあこういった会議を開くことによって大きな目標はしっかりと持ち続けるということは大事だと思うんですねえ間にいろいろな障害があって迂回をしなければいけないこともあるかと思いますけれどそれで目標を見失ってはいけないまそのためにその目標をずっと掲げ続けるというこの日本のイニシアチブは重要だと思います。 ただまあ、ね、世界は今、軍縮とはまた逆の方向にいってるんそうですね、ちょっとこちらの地図をご覧いただきたいんですが、はい、2>, 2月末、ロシアのプーチン大統領は、アメリカとの新スタート新戦略兵器削減条約の履行停止の法律に署名しました、そして先月末には、ロシアがベラルーシに戦術核を配備することで、両国が合意しました。 2日、ロシアの駐ベラルーシ大使は、戦術核をベラルーシ内の西側国境付近に移動させると発表しています、それから北朝鮮、先月28日に戦術核の核弾頭とみられる写真を初めて公開、金正恩総書記は大量生産を示唆しました、そして1日には北朝鮮が建設中の、軽水炉の冷却試験とみられる排水が確認されました。 そして中東イランも核兵器が製造できる水準までウラン濃縮を進めていることが分かっているんです小原さん、こういった状況というのはどのように捉えていらっしゃいますか。はい あのまあ、プーチン大統領がウクライナに侵攻を開始して以降しかもその時にまあ核の恫喝という手段を使ったことによって、まあ、NATO は改めて自分たちは核の同盟であるということも宣言をしましたし、えー、やはり相手が核を使ってくるのであればそれに対しては核でしか抑止が効かないというのは事実だと思います。えー、またた北朝鮮ははこういった流れにも乗じてて戦、えー、戦略核核のレベルだけではなくて戦術核から あの使うということを見せれば核戦争への恐怖というものを皆が味わうんだということを理解したと思いますのでそういった意味で戦術核の、えー、保有あるいはその運用というものを、えー、非常に強く主張しているように見受けられます小野寺さん、いかがですか。あ,のあちらこちらで今、本当にあの戦術核ですね、うん、あの核には実際、大量兵器と同じような形で使うと言われている戦術核と。 それを本当に使ったら、えー、それこそ、えー、大陸自体が人が住めなくなるかもしれないというような戦略核と2つあるんですが、はい、あの残念なことにその戦術核いわば、えー、戦場で使えるかもしれないと思っている核が、うんえー、これほどベラルーシとか北朝鮮とかですね、えー、広がっていくということは残念ながらむしろ賢人海軍とは逆の方向に今向かっていると思います。 おそらくプーチンが開いてしまったパンドラの箱がです、ね、これからいろんな形でこの核のドミノ的な広がりということにつながるんじゃないかと心配していますそのプーチン氏が今回ベラルーシの件でどういうふうに言っているかというとこれ配備後の戦術核はロシアが管理するんだとつまり譲渡するわけではないと。 だととすると核拡散防止条約 NPT には違反しないんだとそもそもアメリカが何十年も前から戦術核を同盟諸国に配備しており同じことをそれとやっているだけなんだというような発言をしているとですからこう言われると確かにその今戦略戦争を仕掛けているところがこういうことをやるのはどうかと思うんだけども理屈になっているようにも見えてしまってそうすると小野田さんこれ いわゆるここ核共有シェアリングのドミノみたいなものが起きないかというまずあの今おっしゃったように実はその核の不拡散の条約 NPT という条約があるんですがこの条約というのは核を持っている国は持っていない国に核をあげたり打ってはいけませんよ。逆に核を持っていないな国は 核を持っている国から核を買ったりもらったりしちゃいけませんよと、まあ、こういうことも条約の中に書かれているんです。はい、ですがその中の抜け穴があって核を一応共同管理して自分の国に置いておく。そ、はい、そしててれはその持ってる国の いいわわば権限で使使うか使わないかな決められる、うん、こういう抜け穴があってですね、うん、実はこの抜け穴を使ってアメリカも NATO にです、ねはい、イタリアとかドイツとかに置いてるわけです。うんうん、でロシアは多分それを逆手にとって、ね、ベラルーシに置いても、ね、俺たちは違反じゃないだろうと,いうこ,とこの緑色のところがこれ NATO 側でこれ置いてるところなんですけどもそうですから逆にあの日本側もこれに抗議をしてるんですが、うん、何と抗議をしてるかというと。 ここのとと自体が NPT は言ってないんです<ー>問題は今戦争を仕掛けている、うん、そして核を使うぞと脅かしているロシアがこういうことをすることはけしから、うんと実は松野官房長官も言ってるだけなので、うん、実は、まあ、NPT 上はなかなかこれは難しいボールを投げてきたなと。うんうん、ただ一つじゃあこのベラルーシがですね、はい このロシアの核を逆に言えば置かてもらい共同管理するというまあこの核の保有について嬉しいかというと実はそううじゃないと思うんですあ<ー>本来、自分のところに置かれてしまってですね万が一、ロシアが核を使う時このベラルーシに置いた 戦,戦術核からこれを使ってしまったら、はい、逆に言うと反撃する時はそのベラルシーシに反撃されるじゃないですか<ー>そうすると何か俺たちが逆に、はい、まあ的になってしまうですからずっとロシアは実は起きたかったんですが、うん、ベラルシーシ自身は今まであまりそれをよしとしてこなかったただおそらく今回何らかの政治的な配慮があって行ることになったんですが決してあのこれはベラルシーシが還元しているわけじゃないと思います。小原さんいいかかがですかはい あのまあそもそもアメリカが核をまあこのヨーロッパにまあシェアリングしているえのはえまあロシアというやはり存在があるからでロシアが戦術核を持っているそれを使うのはヨーロッパなんだとそうするとアメリカが核を使うとしてもロシアに届く核になると戦略核になってしまいますからあのレベルが違う抑止にならないのでそうすると戦術核をやはり持たなければなら置かなければならないのではないかと。 ただ、これまでドイツなどもこのニュークリアシェアリングの効果については懐疑的になってきていて、うん。 その運搬手段である航空機の後継機は決めてなかったんですけれどもープーチン大統領が、まあ、この核の恫喝をしたことによって攻撃、えー、もまた決めたんですね<ー>、えー、やはりそういうふうに広がるということはあの今の段階では仕方がないと思いますが、うんまあ、ベラルーシ自身もあの今おっしゃられたように、えーえー、ロシアのお、まあ、ウクライナ侵攻自体、えー、歓迎しているわけではないと思いますし、まあ、参戦はとにかくしたくないから、まあ、その代わりぐらいに。うん えまあここぐらいは受けないとプーチン大統領に対するルカシェンコ大統領の忠誠心が示せませんから、うん、中国もあの領土の外に置い,て置いてはいけないんだと全部あの置いているものさえ戻すんだと言っているにもかかわらずロシアはやったのには中国も不快感を持っていると思いますので、うん、ですから、そういったあのロシアの今の行為についてはえまあ日本ももちろんですけれどまあその他の国も必ずしもいい思いはしていない、うん、まあそういったところも日本は利用していくべきだと思います。うん 私、今あの1つ注目しているのは実は今先ほどの地図、もしありましたらいいですか、地図あの場所でベラルーシがあるんですが、もう1つカリーニングラードというところがあります、ここは今までそのいわばイス,キャイスカンデルという核を搭載できるミサイルを配備をしていて、まだ核弾頭の搭載という議論になっていないんですが、今回ですね フィンランラドが NATO にに入るとということになります、はいはい、そうするとえそこに対してやっぱり一定のロシアとしてある面ではその面白くないわけですから、うん、何らかの動きをするとしたら今ベラルーシの議論になっていますが、うん、今後今度このフィンランドを含めてこの,、うん、あの3加国ですねバルトのこの国もどん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 やっぱりあの。 ロシアの圧力を受けることになっていくると思いますので大体、だいたいそのこのバルト三国と上のフィンランドのあたりの長い国境のあたりここもロシアは何らかの手を入れてくるのかなと逆に言うと NATO が今度はまたここら辺も共有して核シェアリングしたいという話が今度はこの国から出てくる可能性もあるんですねです実は一番ロシアとの長い国境をフィンランドが持っていますので。うんはい これが NATO に入るということはロシアはもう目の前に NATO の脅威が迫ってくるこれに対してロシアがおそらく何らかの激しい反応を当然すると思いますのでこの核の拡散というのはままますすす私は心配をしていますその拡散という意味でいくと少しあの国ごとの,です、ね、この保有 核保有国の弾頭数を見ていくと、これ、一番ピーク時の時ですね。この時、合計で六万四千四百五十二ということで、旧ソ連とアメリカがもうほとんど保有していたわけなんですが、これが現在になってくると。今でも、ロシアとアメリカが合計すると、全体の九割を占めますが、かなり減らしてきています。ただし、一番目立つのが、中国のこの弾頭数が非常に増えてきている。小原さん、ここ、結局、その核軍縮といった時に、この中国の。 この増やし方、これを何とか止めないとですね。全体として軍縮にならないんですが、はい、あのおっしゃる通りだと思います。えー、あの中国はプルトニウムの保留量なども。 ああ NPT では核保有国に対して義務というのはないんですけれど権利を認めていますからただ自発的にそのレポートしていたんですねそれを中国は2017年からやめてしまいましたしただでさえ NPT 条約はあの不平等だという意見も不満もある中で中国がまあその一方的にその透明性を欠いてさらに核弾頭数を増やすということになるとこの NPT 体制自体揺らぐ可能性もあると思います。 こう今そも,そもそもがこのロシアとアメリカがまあここを減らしていくという形で新スタートというまあそういうい約束事があったんだけどそれをロシアが今回あの停止しているということはロシアとアメリカが減らすことがどうなってくるかは不透明になってきたとそうすると中国はこのロシアとアメリカに追いつきますよということで今増やそうとしているわけですよね。全体としてこれ小野寺さんもうあの減りようがないようにもう見えてしまうんですけどもあの二国間で 大国2つで核をたくさん持っているこの2国間がえじゃああのまあ新スタートという形で両方ともお互いに減らしていきましょうねという約束ごと2国間だからできたんですよこれに中国ファクターが入ってくると実はもうおそらく自分たちが減らしても中国が増やすとしたらこのスタート条約って意味がないねと私は背景にそれがあると思うので残念ながらえこの条約が中国入った形で もし機能すればですがそうでなければもう事実上ですね中国という要因があるので、まあ、増やさざるをえないという方向になるんじゃないかですからますますあの戦術核だけじゃなくて戦略核も含めてですねあの真逆の方向に今後進むという心配をしていますさて来月に広島で G7 サミットを迎える日本核なき世界の実現に向け何ができるのでしょうか。 ヨーロッパの首脳が相次いで中国に訪問する狙いと中国の思惑について議論していきますではゲストをご紹介します日清基礎研究所研究理事の伊藤沙由里さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして楽天証券経済研究所客員研究員の加藤義和さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて今お伝えしましたようにフランスのマクロン大統領と EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長は5日から7日の間中国を訪問します マクロン大統領はですね、習近平国家主席と首脳会談し、そして李強首相とも面会する予定です。さらに今回の訪中にはですね、ヨーロッパの航空機大手エアバスやフランス電力などの企業経営者などおよそ50人が。 同行しているということなんです。伊藤さん、まずは今回の訪中のポイント、どのあたりになるんでしょうか。はい、あの二つあると思うんですね。で、一つは、先ほどもご紹介があったように、やはりこう、ウクライナ問題に対する中国の建設的な役割を、まあ期待するということで、うん、まあ、これ、あの、ある意味では支援をしないように、あの釘を刺すという狙いもあると思います。うんうん、それから、もう一つは、やはり経済的な、まあ。 分野なんですけれど、うん、ヨーロッパとしては非常にこう経済関係が不公平であるという思いを抱いていて、うん、これあの、相互のこう EU 市場と、まあ、中国の市場のアクセス、うんまあ、中国市場は規制をかけているけれど、うん、ということでここの部分の是正とかですね、うん、それからあのヨーロッパ企業があの中国で活動しているわけですけれど、うん、やはりその企業の権益は十分に守られていないと、うん、こういうところへの、まあ、努力 といううんでしょうかね是正、まあ、を求めるような圧力をかけるという意味でも、うん、まあ今回あの、経済界からまあ多くの要人を同行させたととといいうことだと思っています、うん、加藤さん、中国目線で見るとこれはどういうふうに映っているんでしょう。 はいまあ、今、伊藤さんおっしゃったとおりだと思うんですけれども、うん、まあ今回、マクロンさん、まあ、3回目の訪中ということなんですけれども、うん、今回初めてです、ね、フランスの大統領として、広東省に赴くということなんですよね、<ー>そう考えると、今あの、まさに今回、エアバスであったりとか、フランス電力ですけれども、はい、エアバスだと、この広東省の深鮮に、このイノベーションセンターがあって、まさにァーウェイとか、はい、テンセントとか、チャイノモバイルと、共同作業をやってるんですよね。 あるいは広東省でいうと、まさにフランス電力がこの原子力エネルギーの,このプロジェクトを持っていたりして、こういうその企業団を連れて行って、まさにマクロンさんが連れて行ってです、ね、この中国に対して投資家は連れて行きますと、うん、その代わり市場開放とか技術移転とか、<ー>いろんなこう不満があるから、そこはしっかりと組んでくれと、そういうメッセージを官民一体でま与えに行くと。 まあ一方でまあ経済関係しっかりやっていこうウクライナ問題も語りましょうとまあそういう,こう総合的なえーコールというか中国側も今、経済をなんとかしたいと思っているとその中でこれだけの,このいわゆるビジネスパーソンを連れて行ってあのそこら辺のこういろんなところを改善してくれればもっともっと投資できますよと。 そうですね、あの習近平政権の3期目も正式に全人、ね、代が終わって始動しましたから、うん、まさにゼロコロナ策も終わって、国がリオープニングすると、うん、まあそういった中で中国はまあ開かれた市場なんだということを、まあうん、マクロンさんを使ってアピールしたいと、うん、まあそういう思惑があるんだと思いますね。うん そしてこのところヨーロッパからいろんな訪中が相次いでいる一番話題になったのは、はい、このショルツ、あのドイツの首相が訪中したこと、はい、11月だったんですが、まあ、その後も、ねまあ、EU のミシェル大統領もそうですけれども、まあこのスペインですね、はい、あのいろんな形でこの、まあ、いわゆるあの中国詣でというのがヨーロッパの首相、続いているんですが。 われわれか,から見るとちょっともうあの中国側になびいてしまったんじゃないのみたいに映るんですが <laughs> どう捉えたらいいんですか、はい、あの一つは、ですねやはりあのウクライナ問題が長期化するにつれて、うん、その中国の役割中国がどういう立ち位置を取るかということが決定的に重要になってきているという認識があると思うんですね。当初のの段階ではではすねあの、まあま 中国とロシアの共同声明みたいなものもあったので非常にロシアの側につくのではないかということでこう警戒心が強かったんですが、うん、幸いにして積極的に特にこう軍事面での支援などをです、ねうん、行うことは手控えていると、うん、できればこの状態を続けてほしいという気持ちもありますのでヨーロッパとしては基本的にこう 中国とですね、うん、対話、まあ直接対話をして、うん、まあ思いを共有しておくことが大事だということが。非常にまあ感じているところなんだと思うんですね。うんうん、まあ同時に、その経済的な関係についての、まあルール作りというんでしょうかね。えーはい、あの。 対立の意図をたどってしまうことによって、うん、その企業がどう,しどういう形でこ,うこれからやっていけばいいのか分からなくなってしまうというような状況に陥らないように、うん、やはりこれも対応することが大事と、うんまあ、ショルツさんも財界人を多数連れていったということでした、ねうん、加藤さん、一方でその間にあの外交トップになった王もこもヨーロッパを訪問していると。うん これ中国側はどううししようとしてるて中国はまさにウクライナ問題で欧州に期待しているということだと思うんですよね、あ,あくまでもこのウクライナ問題というのは、欧州の安全保障の問題なのであって、米国は関係ないと。うん ですから、フランスとドイツを中心に、主義は欧州であって、そこに花を持たせたいと、要はその欧州をユーラシアから、アメリカをユーラシアから追い出したいということだと思うんですよね、そういう観点からすると、多くの欧州の首相が、こういった EU、G7 の国も含めて、中国に来てくれるということは、中国の戦略的な利益にかなうと、そういうことだというふうに思いますそんな中です、ね、EU ・ヨーロッパ連合のフォンデアライン委員長はです、ね、うん、中国とは経済的なつながりを分断するデカップリングではなく リスク低減を意味するデイリスキングというんですがこちらを進めるというふうに言っているんですねこれは外交的に意思疎通ができないことや特定の国に依存する状況をリスクと捉えましてそれを減らしながら関係を続けていくということなんですけれども、うん、伊藤さん、このデイリスキングという考え方これはどんな意図が、はい あはい、あのまず1つはやはり派遣を争うアメリカとヨーロッパとはまあ少し立ち位置が違うんだよということだと思うんですね。うんまあ、中国とはまあ秩序ある管理された関係というのを望んでいるというのが基本的なスタンスだということになると思います。うんうんで リスク低減じゃあ具体的に何をやるのかという意味では、うん、一つはヨーロッパはやはり戦略的に重要な、まあ、将来の成長分野とかですね、うんはい、決定的にやはり中国に依存しすぎている分野がありますのでこういうところはリスクを、まあ、依存度を引き下げましょうということですね、うん、それからあのヨーロッパの単一市場で、まあ、中国が例えばあの 国家補助金などを受けながら非常に有利な条件例えば入札に参加するとか企業を買収する、うん、そういったことについては一定程度こうルールを設けてコントロールしましょうと、うん、それから国、ま、会、あの訪中の一つの目的でもある、うん、やはりこう企業の免権益ですね、うん、中国における企業の権益を守る、うん、これもこのリスク低減のまあ一つの重要なポイントだと思います、うん、今おっしゃった中でもその決定的に依存しているということの一つに実はレアアース。 があります。これご覧ください。eu は実はレアアースの98%を中国に今頼っているということで、今慌ててですね。あの、例えば ev 向けのこの材料のこうレアアースについて言うと、これから自分たちも発掘するみたいな話が出てるんですが、これどれも見るとかなり先の話なんですね。で、その中で実は中国はもう今揺さぶりをかけようとしていて、レアアースを使った高性能磁石などの製造技術の輸出禁止を。 今検討しているということで伊藤さん、改めてこれ一つ見ても、はい、まあ依存は減らさなければいけないけどもすぐに形が出るものではないという、はい、そういう状況にあるからやっぱりアメリカとはちょっと立ち位置変えざるを得ないと,いうそういうことでですすかねねそう切り離そうとすれば、うん、当然のことならこのロシアの制裁と対抗措置もそうですけれど、うん、中国も対抗措置を打ってくるわけですよね。うん、でその痛みがやはりこう ロシアとのエネルギーの問題も非常に痛いわけですけれど、うん、このこう経済安全保障的な領域に関してもです、ねうん、一気に切り離すというのは、うん、ヨーロッパにとってあまりに、まあ、痛みが大きすぎる、うん、そういういいことだとだ思います、うん、加藤さんそのヨーロッパ側はじわじわそのリスクの部分は減らしつつも、うん、やっぱり中国とは。 こう経済関係を続けていくとそういうスタンスだということなんですが冷戦期の米ソ、まあね、昨今の米中とは違うと、まあ、おそらく欧州のスタンスというのはより日本に近いと思いう,ふうにもんですけれども、もちろん価値観という意味では西側であると、ただ経済面ではやっていかなければいけないと、うん、だからそこはバランスをとってデカップリングではなくてデ,デリスキングという、まあ、若干中途半端な言葉を使っているということだと思うんですけれども、このレアースに関してはやはり中国も、やはりそのレアースというのは、 以前、鄧小平さんがですね、中東には石油があると、うん、中国にはレアアースがあるってことを1990年に言ってるんですけれども、あ<ー>まあそれもやっぱりその前増量生産量の観点から中国はやっぱりその輸出しすぎているという観点から徐々に減らしていかなければいけないっていう中でも、うん、今 EU これだけ中国に依存しているということなので、うん、今後中国は均衡していくという観点から EU に対してプレッシャーかけていくと思いますね。うん、やっぱりこれだけ依存しているわけですから、それで輸出しないぞとなった時に、じゃ EU として何を根拠にこの経済発展に生かしていくのか、中国はそこおそらく。 ですね、外交的優位にこう持っていくべくでで、ね、うん、この外交の一つのツールに使っていくと、だからレアアウスが戦略的資源になるというのは、そういういいことだとだ思います、ねうんはい、さて、お知らせのあとは、ヨーロッパの首脳が中国に相次いで訪問する中、中国側はそれをどう利用,とし,利用しようとしているのか、読み解きます岸田内閣が新しい資本主義の成長戦略の柱として推し進めます、スタートアップ育成計画、今日提出された中間提言について見てまいります。 はい、えー、小林さんはですねスタートアップ担当の後藤茂之大臣および斉藤健法務大臣にこの中間提言を今日渡してこられたということです、これはあの斉藤大臣に提出した時の写真ということですね。はい、はい、えっとこれはあのどんな意味合いのある提言なんですか。はい、はい、あの 昨年、ですねまず第1弾の提言を党から出しましてスタートアップ育成5カ年計画というのが政府として出てきました、これ、初めて実は中長期の計画を政府が出したということで画期的なことなんですね、でその中でも特にストックオプション制度に関しては実は法改正、今回法務大臣に出るのは会社法の改正が必要になると<ー>さらに年末の税制改正。 とということでかなり重い法改正が続くので早めに政府にこの検討をえ依頼をして、はい、え前倒して進めていこうという意味合いが強いです、ね、なるほどだから法務大臣が入っているということですね。 今、小林さんからもあったんですがこの画期的なスタートアップ育成5カ年計画どのようなものか具体的に見てまいりましょう岸田総理、日本のスタートアップの育成が海外に大きく遅れを取っているということで去年の11月5カ年計画を打ち出しました5年間でスタートアップへの投資額を10倍を超える10兆円に。 スタートアップを1万社から10万社にするさらに企業価値が10億ドルを超える未上場企業ユニコーンを100社創出するというこんな長期的な数値目標も掲げたということなんですね、はいあのー、この5カ年計画の作戦、かなり高円さん取り組んでこられたということなんですけどもそもそもこのし岸田政権がです、ね、スタートアップ政策を強化するこれはなぜなんですか。 まポイントは1つ目は先ほどの最低賃金の引き上げでも言ったようにですねやっぱり賃金を上げていくという意味ではやっぱり新しい成長産業を作っていかなきゃいけない、えー、加えてもう1つは新しい資本主義で掲げている社会課題を成長のエンジンにしていく。うん まあそれはまさにスタートアップこそが得意とする分野新しい分野になりますから、うん、まあだからこそこのスタートアップの育成が鍵だというふうに設定をしていますあと新陳代謝ですね産業のね、はい、これでかつ経済の活力を生んでいくというようなそうですねやっぱり新しいプレイヤーが出てくることで既存のプレイヤーにも競争が生まれて、はい、で大企業にもですね実はスタートアップによってイノベーションがもたらされる可能性が大きいですから。うん そこも期待をしています、はい、それでまあ5カ年計画自体はあ昨年末発表されたわけですけれども今回改めて中間提言を出されたというのはどういった趣旨があるんでしこのやっぱりスタートアップ5カ年計画を作った上でです、ね、あの重要だったポイントはやはりお金と人と時、はい、と自分 がエコシステムとして循環するということがポイントだったんですね、はい、これまで経済産業省中心にスタートアップ政策やってきて予算ものが多かったんですね、うん、結果スタートアップの数は増えたと、はい、ただ規模感どうかというとちょっと海外に比べると小さいですね、はい、ということですしじゃあそこで成功したスタートアップからもう一度スタートアップが生まれているかというと ここ実は回ってないんですねでそこは何やったかっていうと、はい、結局先ほどの会社法であったりとか、うん、ストックオプションに関わる制度がですね、はい、非常に使いづらく、うん、かつリスクを取った割にはメリットが少ないことによって、うん、もう一度再投資に回っていくっていうのがなかなか起こりづらかったんですね。うんうん、なののでここの精度を早く変えると いうこ逆に言うと年末発表した段階ではその5か年計画制度をどうするかというところまであまり踏み込めてなかったってことこなんですか、ね、えっと検討事項として改正を目指すというのは書いてあったんですけれどもただ、これを今まで通り政府に任せていると23年かけて改正しましたというようになる可能性が高いわけですねでもこれ 5, 5年後にですねこの右側の数値が達成されなきゃいけないわけですから。 3年後に法改正が終わると残り2年しかなくなるんです <laughs> だからやっぱり今年来年でこの環境はすべて整えるということが出ないです。<laughs> なるほど そして今小林さんからもお話そのストックオプションが重要だということがあったんですがそもそもこのストックオプションどういうものかと言いますと事前に決めた価格で自社株を買える権利のことです例えば社員などに報酬として最初に1万円で株を購入できる権利が与えられますで、それが3年後にその株が2万円になった時にその権利を行使しますと1万円を払い込んで株が交付されるで、それを売却するとその間の差額の1万円が利益になる あるということで一生懸命この斜めに上がる差額を増やすように頑張るっていうインセンティブが生まれるということでいいんですね。はい、その通りです。でその日本版というのがあまり使い勝手が良くなかったと、はい、いうことなんですがな、どういうふうに使い勝手が良くなかったんでしたか。まあいくつかあるんですけど。はい ここに書いてあるやつでいいますと、はい、この権利行使価格の上限が1200万円というのがこの税制適格というのは、まあ、ある種の優遇税制を受けられるストックオプションの、えー、権利行使をした時のお、これは売却額ですかね、そうですね、あ権利行使額ですね。のすねなので、はい、あの通常、優遇が受けられていない場合のストックオプションの場合は、はい、まず権利行使をして株を手に入れる、はい、で、この手に入れた株に対して、お給料ですねということで、 課税がかかると、はい、でさらにこれを売却した時に現金が手元に入ってくる、うん、これが今度金融所得課税ですねということで20 2回税金かかる、ね、2> 2回税金かかるといかのを優遇税制だとは1回で済む1回で済むとーはーはーただ1回で済むのはこの権利行使価格、はい、株を手に入れる時にその1200万円以内だったら全部この優遇されて売却の時だけになりますよということなんですが1200、はいうんうん、万円を超えた瞬間実は全部。 この給与所得課税がな,っう、ね、なので、はい、ものすごく頑張って1億円の価値が手に入る株が入ってきたというようになった時にこの55%で持っていかれるかー20%で課税されるかで全然手元に置かれ金違いますよねリスクを取ってスタートアップを起こしたり勤めたりしたのに、はい、上限がこんだけしかないのにさらに、えー、あそのこの上限はこの小さいんですよねちょっと、ね、国際的に見ると、ねうね、だからすぐ超えちゃうんですね。はい、これを ななかなかそうすると使い勝手が悪いと,ということでどうしようとされているので、はい、この1200万円の上限を撤廃したいと、うん、お撤廃はいえっと すぐ頭をよぎるのは財務省なんですけども撤廃っ,ってないだろうというなんか声が聞こえてきそうなんですかそこはどんな今会話になってるんですかまあこれからですね、はい、まさにこれを早めに出したいには早めにこの財務省との調整をですね、はい、政府内でやっていこうという意味があります。うんうん なるほどあのその時にですねおそらくその説得するための,あの海外ではこうなっているとかですねそういうロジックが必要だと思うんですけども、はいはい、そこはどうされるんですか、はい、ここに出していただきましたが、はい、イギリスは同じように権利行使上限がないんですね一方でアメリカがよく比較されるんですけども、はいはい、アメリカの場合は実は権利行使の上限は同じように、まあ、約為替でいうと1300万円ほどの上限になっているんですが、はい、放っておくとですね、はい、放っておくと。はい ただ別の仕組みで、ですね、はい、これ出ますかね、QSBS という仕組みがありまして、はい、いわゆる、まあ、スタートアップに投資したものについての売却額について、ここに書いてあるように、はい、年間1社につき13億円まで非課税になると。13億円はい、すごい,いうことなので、はい、さっきの,の1300万、1200万だけ比較すると、日米同じように見えるんですが、うん、こちらがあるので、実はものすごく優遇されているということですね。はいはい しかもこれはまあ創業者も使えるし、従業員も使える。で、あと外部から投資するいわゆるエンジェル投資家と言われている人もスタートアップの株に投資して13億円までは売買益に税金かからないと。そうですね。これもかなり魅力的です。まあおそらくアメリカのスタートアップこういうものを利用して人材を引きつけて。はい。 ユニコーンになってるというにまずなるとと,ともに、うん、やっぱり売却した後の現金が手元に残りますから、はい、それをもってまた投資家になったりとか、はい、自分が創業するってことが起こるわけですね、はい、でなのでここを引き上げていこうってなんですがはい、まず日本もですね実は負けてない、はい、もっといい制度が実はできました。ほっ これがスタートアップに再投資した分は非課税ということで、はい、これ上限20億円なんですねあこれに比べるとまず大きいですよね、なるほどしかもこれはです、ねはい、どんな株式でもいいんです、つまり普段私たちが持っているもしかしたら一部上場企業の株の売却益だったとしてもスタートアップに再投資すればその分は非課税になるそういういことなんですかアメリカはスタートアップ、<ー>スタートアップ日本はどんな株式でもスタートアップ投資だったら非課税。 これはものすごく実は歓迎されていまして、うんね、あの見ていただいている皆さんもです、ね、ぜひ今年はスタートアップへの投資がチャンスだと <laughs> なるほどでこっちはもうすでに成立している税制改正で、はい、先ほどの上限撤廃はこれからですね、はい、このの年末にかけての勝負になります、はい、勝負の勝算はどんな感じですかいけるんじゃないかと個人的には踏んでまして、はい、やっぱりこの。 手元にですねお金が残ったとしてもこれ再投資にやっぱり回っていくわけですから、うんうん、それはまた新しい法人税を稼ぐ存在ができますし社会課題を解決する存在ができるわけですね、うんうん、そういう意味では循環をしていくわけなのでこれはあのうまく回っていくのだと説明ができると思っています、はい、期待したいと思います。はい